るいちゃんがね、めちゃくちゃ甘えん坊ちゃんなんですよ。赤ちゃんでしょか。ゆびちゃんなの。着物みたいなんだけど、今日はですね、以前韓国コスメのコレクションのですね動画を撮ったと思うんですけど、その時にちょっと今も頼んでるコスメがあるので、また増えるかもっていう話をね、その中でしたかなと思うんですけど、韓国コスメ頼んでたものがですね全部届いたので、今日は紹介していきたいと思います。届くのが結構バラバラ でやっぱり届くとねすぐ使いたいっていうのもあって、ほとんどね使ってあるんですけど、せっかく使ったのでちょっとその使った時の感想とかも踏まえながら話していこうかなと思います。それではぜひ最後まで見てください。一つ目がですね、まずこちらです。エスポアのクッションファンデーションなんですけど、こちらがグロークッションで、私が買ったカラーがバニラというカラーです。でこのクッションファンデはですね、ちょうど今日メイクで使ったんですけど、結構ですねツヤが特徴のクッションファンデで、ツヤ肌が好きな方とか、あと乾燥肌の方にはですねすごく合うファンデーションなのかなと思います。でクッションファンデなんですけど、結構さコンパクトってわけではないんですけど、割と薄型だなと思います。ちょっと触るとですね結構手跡がついちゃうんですけど、このパフもすごい使い勝手が良くって、ものすごくもちもちのですね柔軟性のあるクッションファンデのパフなんですけど、こんな風に先がちょっと尖ってて雫型みたいにねなってるんですけど、こうやって小鼻のところだったりとか目周りとかもすごくやりやすくって、このパフもですね結構お気に入りです。なんかものすごいカバーするってわけではないんですけど、程よいカバー力もあって、なんといってもこの自然なそのツヤがすごく綺麗なクッションファンデなので、ぜひツヤ肌が好きな方はですね試してみてほしいなと思います。私結構お気に入りです。 VDL のファンデーションなんですけど、パーフェクティングラストファンデーションリキッドファンデなんですけど、初めて私ここのファンデーション買ったんだけど、これもね結構カバー力もしっかりあって伸びがいいです。フィット力が高いので、なんか仕上がりはちょっとセミマットな感じなんですけど、ツヤツヤが好きな方はハイライトとか下地とかでちょっとツヤのあるパールのあるものを仕込むと結構ツヤとして見えるんですけど、このファンデと一緒に買ったのがこちらの下地なんですけど、これがねすごく綺麗で、ほんのりねピンクベージュのようなカラーなんですけど、これがですねもうすごい見ての通りツヤツヤのお肌になるんですよ。伸ばすとそんなベタつくこともなく綺麗に伸びてくれます。テカテカしたお肌っていうよりは自然になんか水分がしっかりあるようなこうツヤっとしたお肌に見えて、光に当たると結構光沢を感じるんですけど、すごく綺麗なツヤなので、これもねとってもお気に入りです。こちらがジョンセンムルのスキンセッティングトーンアップサンベースなんですけど、 SPF50+ の PA3+ で日焼け止めの UV 効果もあって、私ジョンセンムルの下地は前にですね違う種類のものを使ったことがあるんですけど、それもねすごくよくって、今回はこちらにしたんですけど、トーンアップの効果があって塗るとですね自然に肌をトーンアップしてくれるんですね。真っ白になるとかすごい血色悪くなるんじゃなくて、血色感も与えつつ肌をこうワントーン明るく見せてくれるのですごく好きです。でなんか仕上がりもベタベタした感じはないんですけど、しっとりと潤って、で結構ねどんなファンデーションとも組み合わせてもすごい使いやすかったので、そこもね気に入っております。めちゃくちゃ綺麗。ジョンセンムルの下地を一緒に買ったので、ちょっとクッションファンデがまた使いたいなと思ってこちら買ったんですけど、これがですねエッセンシャルスキンヌーダー、このクッションファンデは私が買った今回色がフェアピンクっていう色味なんですけど、ちょっとこれがねそのままね使うとねちょっと私にはね濃かったんですよね。なのでトーンアップのものと組み合わせてちょっと使ってはいるんですけど、すごい崩れにくいしカバー力もあってで、なんか仕上がりがとっても綺麗なので気に入ってます。よれにくくってすごくいいです。クッションファンデは今回2個買ったんですけど、もうすごくツヤツヤの肌が好きな方はこっちのエスポアの方がいいかなと思います。カバー力はでもこっちのがあるかな。こちらまだ開けてないんですけど、これがめちゃくちゃ大好きで2個目を買いました。今ちょうど使ってるやつがだいぶもうなくなりかけたので、ちょっとね目代わりで買いました、ストック用で。このクリームは私夜に使ってるんですけど、なんかクリームだけど全然重たくないんですよね。ものすごく軽くて
すごくね伸びもいいし、すごく使いやすいんですよ。でしっとりと潤うし、ほんのり香りがあるんですけど、塗るときはちょっと香りを感じるんですけど、時間が経つと慣れるのか、あまり香りは感じなくなります。肌荒れとかも改善されるような気がして、結構ね好きです。アップのジューシーパンジェリーチークがもうめちゃめちゃ大好きで、別のカラーが欲しいなと思って買いました。これが私は最初に出会ったやつなんですけど、ラブリーチェリーっていうカラーで、もうね中に入ってるパールがものすごく綺麗で、もうつけると一気にねツヤツヤのほっぺになるんですよね。なんかこうわざとらしいツヤじゃなくて、すごい綺麗なツヤなんですよ。なんかハイライトも一緒につけてるみたいな感じのすごい綺麗なツヤ感です。ジューシーパンジェリーチークはジェルチークで、クリームとパウダーの中間みたいな感じの質感なんですけど、マスクとかしててもフィットするので、なんか取れにくいし、結構私はブラシでつけるのが好きなんですけど、クリームチークよりもすごい扱いやすくて、とっても好きです。でこれのねハイライトもあるんだけど、これもねすごくお気に入りです。でこれが日本限定色で、でこっちが韓国のサイトで買ったやつなんですけど、 PK01 番で、今回追加で買った色が RD01 番と BE01 番を買いました。で今日はこちらの RD01 番メインで使ってるんですけど、まあ、他のカラーも私チークの時に重ねちゃってるからなんだけど、今回はメインではこの色使ってます。めちゃくちゃ可愛いです。今日リップがリルアのレッド使ってるんですけど、それともねめちゃくちゃ相性が良くてすごく可愛いんですよ。この上2色が日本限定カラーなんですけど、こっちの3つがですね新しく買ったカラーで、結構見た目は割とくすんでるように見えるんですけど、塗るとそんなになんかくすみが感じなくって、すごい使いやすいです。でこの上の日本限定色に比べるとパールの配分が少し少なくなってるので、この2色に比べるとものすごいツヤツヤしてるってわけではないんですけど、塗るとね綺麗なワンとしたほっぺになるのですごく好きです。マットではないんですよね、ほんのりツヤが入ってるようなチークです。つけ心地がすごいお気に入りで気に入ってます。これが3個で売ってたんですよね。3つでいくらみたいな感じで売ってて、ちょっと買ってみたんですけど、ホリカホリカのチークで010203番を買いました。こちらはですねクリームチークなんですけど、装置しかしてないんだけど、ちょっとなんか上にさ水分が出てきてる、ね、上から010203です。ツヤツヤっとしてるんですけど、オイルっぽいこのツヤ感がすごい可愛いけど、結構触るとね結構ペタペタっとするので、マスクにはちょっと不向きかもなんだけど、ちょっとポイントで重ねたりとかしても可愛いかも。ツヤがすごい可愛い。スポンジとかでつけた方がフィットして乗るかもしれない。ハイライトを買ったんですけど、クリオのプリズムハイライターデュオ01番を買いました。クリオのプリズムエアハイライト、なんかなみなみのねハイライトがすごい好きで、でもちょっと新しいのが出てたので、ちょっと新しいの使ってみたいなと思ってこっちを買ったんですけど、使った感想は正直そのねなみなみの方が好きだったんだけど、なんかね少しね質感の違うハイライトが組み合わせで入っているんですが、結構すごいでしょう。めっちゃ光沢感がすごいんですよ。だからつけすぎ注意なんだけど、ブラシでふわっとさささっとのせると結構綺麗です。もう一個のこっち側が、こっちがですね正直ちょっと使いづらいぐらいギラギラなので、私はこっちの方が好きなんですけど、これはねなんかアイシャドウとかに重ねてもすごいいいかなと思ってます。結構ラメ感が強めなので、こっちの方が使いやすいかも。顔にのせるには鼻筋とかに入れちゃうと結構ギラギラってなっちゃったので、使いやすいのはそのなみなみの方が使いやすいかなと思うんですけど、結構アイシャドウとかにこうやってのせてもいいぐらいキラキラ。ただ色はすごいベージュ系のカラーでめちゃくちゃ馴染みよくて、反射するときに若干白っぽくなるので、つけるときはブラシでふんわりとつけるのがいいです。さらっとしたパウダーで、このあたりはちょっとまた研究しながら、もっといい使い方を勉強していきたいと思います。アイシャドウをですねいくつか買ったんですけど、ここ初めてのハートパーセントっていうアイシャドウパレット、じゃじゃん。これはですねちょうど最近届いて今日初めて使ったんですけど、めちゃめちゃ可愛かったです。マットっぽいアイシャドウとちょっとラメが入ったものとかグリッターとか組み合わせで入っているんですが、すごく可愛かった。こう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 いう順番で出してます。はい、アップで見ていくとこんな感じです。
めちゃめちゃ可愛いんですけど、ラメとかもギュッとね詰まったようなグリッターのラメなんですけど、ものすごく輝きも綺麗だし、一色じゃなくてこう何色かカラーが入ってるんだけど、本当に宝石が散りばめられたみたいな感じでね、すごく綺麗なんですよ。でこの色がめちゃめちゃ可愛いなと思ったんですけど、この色、この色ね、なんかねピンクミルクティーみたいなカラーですごく可愛いです。なんか全体的にはブラウン系で統一されてるんですけど、柔らかいカラーなのでナチュラルメイクにもいいし、ちょっとこういった濃いめのカラーで締めて、ちょっとお出かけのメイクの時とかね、キラキラってして遊ばせてもすごく可愛いかなと思います。このラメが一番細かくって、こっちの2つが結構グリッターのようなぎっしり詰まったギラギラのラメで、これはマットなこの広い色ですね。発色もとってもいいし、質感もなんか粉々しくなくってしっとりとした粉質だったので、1回でもしっかり出てね、すごく良かったです。めっちゃ可愛い、使いやすいからだよね。大好きなデイジークのアイシャドウをじゃじゃん、ちょっと3色また追加で買いました。お家にある色が07番と06番のラメラメのやつが持ってるんですけど、追加で03、04、05買いました。ヌーディーなベージュっぽいカラーが入っているんですが、出してみるとこんな感じです。アップで見ます。こういう順番で出してます。ラメが上のアイシャドウとこの2つがちょっと質感が違って、こっちのラメは割とこういったサラッとしたラメ感なんですけど、こっちはこうぎっしりとギュッと詰まったグリッターのようなラメです。腕に出した時もこっちの方が少しこう透け感のあるような感じで、こっちの方がラメがこうぎっしりと詰まったような輝きの仕方をしてます。でこのカラーが結構こういったベージュ系の馴染みのいいカラーも多いので、少し色が分かりづらいところもあるんですが、淡いカラーも多くって結構使いやすいパレットになっているかなと思います。この真ん中のカラーがすごい好きなんですけど、この真ん中のカラーがこちらのカラーですごく可愛いんですよね。こちらはですねピンク系のパレットになっているんですけど、さっきのと比べてもこっちはね結構ラメの配分が多いんですよね。この斜めの3色だけがマットで、あとはですねこう細かくラメが入っているんですよね。こちらもこの順番で出してみるとこんな感じです。アップで見ます。おー、降りてちゃった。この真ん中のピンクは結構しっかりとザ・ピンクっていう感じのね発色はしてはいるんですが、コーラル系のピンクとかちょっとこうブラウンが混じったようなピンクになっているので、普段使いもしやすいようなパレットになってます。でこのピンクをねちょっとポイントで足すとすごく可愛いんですよ。このあたりとかこのあたりとかをちょっとメインで使うとカラーメイクのピンクっぽさはなくって、結構日常的にも使いやすいです。でこのパレットはさっきも言ったようにラメがとにかく多いんですけど、結構ねこういったサラッとしたラメが入ってて、これは結構ぎっしりとしたラメなんですけど、ちょっと透け感のあるようなラメも入っているので、他のねアイシャドウの上にトッピングしたりしてもすごく可愛いです。これはねちょっと白身のあるラメなんですけど、ここら辺とかちょっとコーラル系のベースの中にラメが入ってて、このカラーねすごく可愛いです。なんかパッと見すごい濃そうだなって思うと思うんですけど、塗ってみるとこういったクリア感のあるピンクなのですごく使いやすいと思います。今やっぱマスクしてるので目元結構キラキラに華やかにしたいなとか、明るいカラーのねもの使いたいなっていう方も多いかなと思うんですけど、このパレットは結構目元も華やかに明るく見せてくれる色たちなのですごく可愛いなと思います。で今やっぱ春なのでちょっとピンクメイクとかしたいじゃないですか。なのでこの04番使う頻度がすごく高いです今。比較的こちらもですねマットなアイシャドウが多いんですけど、しっかりと発色のあるものが多いです。で色味はちょっとオレンジ系のカラーなんですけど、出してみるとこんな感じです。03とかはこうちょっとヌーディーなカラーが多かったかなと思うんですけど、こちらは結構しっかりと発色があるものが多くて、その代わりラメは結構透明感のあるようなクリアな発色のラメが入ってます。でちょっとこう赤みというかオレンジ味のあるようなこういったブラウンとかもあるので、このカラーとかすごく可愛いんですけど、クリーミーなこういうオレンジと組み合わせるとすごく可愛いです。なんかチークとかリップとかもちょっとテラコッタ系とかブラウン系のねメイクで統一したい時とかもすごく可愛いですね。今この3色を紹介しました。私のお家にあるデイジーク、他にあと2色持っているので、合わせてデイジークのアイシャドウが5色になりました。
ね、ベージックのアイシャドウは発色とかもすごい可愛いんですけども、この組み合わせが全部同色系でまとまってて、このパレット一つでメイクするとすごいアイメイクに統一感も出るし、すごく使いやすいし、そのグリッターのねラメももう本当にキラキラでめちゃめちゃ可愛いんですよ。なんか見ててもすごいテンション上がるパレットですよね。こちらがですね、モレモのヘアトリートメントを買ったんですけど、私これのアウトバスで使うオイルがめちゃくちゃ大好きで、それでちょっと初めてこのトリートメントをですね買いました。これインバスで使うやつなんですけど、まあ3日前くらいに届いて、これから使いたいと思います。はい、というわけでですね、韓国コスメの購入品を紹介しました。まだちょっと使い始めたばっかりなので、これからですねどんどん可愛い使い方をマスターして紹介できたらなと思います。その中でも今回買ってすごい良かったのが、まあアイシャドウは、デイジークのアイシャドウはもともと持ってたやつがすごい良かったので、まあ、物がいいのは分かってたんですけど、今回買った色もすごく可愛かったし、新しく買ったあのハートのアイシャドウのやつもすごく良かったです。なんか皆さんの最近ゲットしたお気に入りのコスメもあったら、ぜひコメントで教えてください。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さよでした。